うわ、いいカット。はい、というわけで、ショートカット女子高生のあのココアちゃんです。ずっと、はい、ここ2ヶ月ぐらいあの軟式ばっかやってたんですよ。あー、確かに。でもココアちゃんの本業は硬式野球なんで、はい、久しぶりにピッチング、あのオートビー初やん、はい、どうここの人です。いい感じ。思ってますココアさん。あんまでもあのね、伝わりづらい。圧倒されてます。はい、球種何やるんだっけココアちゃん。ストレート、カーブ、はい、それだ。あとはカット。カット、はい。チェンジアップ。チェンジアップ。すごい。やばいっすね。これじゃあちょっと1球ずつ。はい。なんかいろいろあの自分が投げたい球投げてもらって、いろいろやっていきましょうか。はい。久しぶりに。ココアちゃんが、最初一番デビューしたのが何月だっけあれ？9月でしたっけ？9月。もうそんな経つ。もう4ヶ月ぐらい経ちます。そうですね。合ってますね。早っ。これ軟式で今無双してるんで。確かに。多分リアルで言っても取られてないですよ。すごいですよね。取られてない。防御率 0.0。 これちょっとネタに変えたと思ったんですけど、あれガチで防御率 0.0 なんで。やば。今十何回投げて多分ゼロなんで。すごい。あの本業の公式野球やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ココアさん可愛いけどファンいっぱいいますからね。ね、そうですよね。はい、すごい。あとあのキャッチャーのユウタとこの間揉めてたんですよ。え？あいつサイン覚えれなくて。もうちょっと今までなんか僕もちょっと休んでたじゃないですか。はい、やっぱ向こうずのキャッチャーはユウタには任せられないです。やっぱ僕です。復活。はい、あの向こうズ代表はもう正捕手が確かに今日見たい。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ココアさん公式投げるのはどのくらいぶりですか？あ、でも2週間前くらいに1回あ投げてます。ちょっとやりました。じゃあまあ大丈夫ですね。はい、怪我しない程度に。はい、一個やってもらいたいのがあるんですよ。あの投げてストライク外角行ってこうやって。あの TikTok で流れてきます。TikTok で流れてきますよ。試合で投げて審判にこうやってるの。ストライクでしょ。はい、これユーボン空振り三振ですね。おお、どうです向こうさん、投げやすいですか？めっちゃ投げやすい。投げやすいですか？はい、それか、はい、はい、超曲がる公式、はい、シュートした、ナイスボール、はい、こっち。じゃあ、ココアさん、カーブお願いします。何も言わず。はい。ココアカーブ。ココアカーブ。おお。すごい。ココアーブ。ココーブ。ココ。何したっけ、ここオーブ、はい、おー、ナイスボー、おー、ちょっとイメージだけ、イメージ後ろ抜く感じですか、はい、座っと腕長。腕柔らかいっすよね。柔らかいです。え、さっき本当にストレッチ硬かった人ですか？あ、そうかもしれない。硬いっすか？硬いらしいです。全然つかないです、向こうさん。あの、ちょっとずつ。ああ、すごい、十分。こういうイメージ。しなりがありますもんね、そうそうそう、腕に。はい。あの、なんか、平谷さんが一眼で撮った写真があるんですけど。はい。もう、ここちゃん、こんな、ね、見た。もう、ここから、これが、こうなったんですよ、わかります？
そんな人います。いやマジですごいですよ。この頃柔軟性やべえなと思ったんですよ。やば。その時にだから多分カーブとかいろいろいいんですね。ここが強いですよ、ね。ピュッ。確かにしなりがあるから。ムチのようにいい感じです。カーブいい。じゃあストレートいきますか。危ないかなカーブと。それでいきます。はい、ちょっと軽めで。危ない。セーフ。なんか今お気に入ったな。何か企んでたぞ。なんか企んでる。なんか企んで。あ、お前ちょっとやっぱ右の方がいいわ。右の方がいいよ。うわ。多分。びっくりした。一応タイミングで。おお。あそこ。すごい。元気すごい。あとなんだっけ。スライダー。スライダー。スライダー。おお。綺麗やば。縦スラ。はい。縦スラだ。縦スラえぐ。おお。うわーい。えぐい。あとなんだっけ。チェンジアップ。これ通してるけど。ナイスキャッチ。ナイスキャッチ。ミュート見てる。ミュート見てるか。あいつ絶対見ないよ。あいつ見てる。あいつ絶対見ないよ。でもね、チェンジアップはそこでいいんですよ。うん、はい。マイちゃん。おお。じゃあ最後股後部いきますか。股後部。はい。股後部。股後部。何股後部。ああ。すげえ。原型ないんだよ。それはもう。まっすぐ。こっちからこっち。怖っ。ああ。おっちゃん。怖い。キャッチングビビっちゃった。じゃあまっすぐ三球目しますか。はい。はいや。ナイスボール。ラスト。行くよ。止まらないか、止まらない。よっしゃ。ああ。恐れる。すごい。やばいっすね。行くわ。高橋さん投手やるときってどういうイメージで投げてるんですか。無ですか。もう無でなすがままに、はい、なんかコントロールの狙い方とかあります。わかんないです、構えてるところに投げれればいいかな。あ、まあ、あんま考えすぎてもあれですもんね、はい、じゃあちょっとユーポンギッタギタにしましょう、はい、当ててもいいんで3回まで当てて大丈夫です。おい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 おばちゃんよ、お母ちゃんよ、大学行くでしょ、うん、大学行く前にやることあるやろ。公式やるんやったら、うまず無コースのやつら公式で通さなあかんやろ。なんか、一応最底辺から行こうかな。そうそうそう、あの一応公式久しぶりなんで、あの打者感覚、これで取り戻してほしいなっていう。で、ユーポンから始まって、でまたどんどん段階踏んでいこうかなっていう、うん、ね。で最後は多分俺かな、対決ですね、ね、それで多分卒業になると思うんで、確かに、はい、まずは第1ステップ、ここ3試合取って、はい、一応先勝負でいいですか、ちょっと、ね、はい、久しぶりなんで、ユーポンに打たれたらやばい。だってさっき言ってたよ、なんか三振したとこしか見たことないです。ぶっちゃけどう、ぶっちゃけ三振か振り逃げか、振り逃げも最近してないけど。ここ4ヶ月、ココアちゃん一緒にやる気やってきて、ユーポンのそういう姿しか見たことない。ココアちゃんの時全然ルイ出てないね。それはそうでしょ、90打数2安打ってそういうことよ。四球すら出ないの。そんなやつが吠えてますから、はい、ちょっとぶっ倒しましょうか、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。3球でいっちゃってください、3球で。チェンジ。
うわ。おいで。オッケー、いける。しまっていこう。ストライク。チェンジアップ、はい、縦スラ、はい、ストレート、はい、簡単なバッターですね、もう簡単なバッター。キャッチング悪すぎやろ。やばい、キャッチング詰めてきた、やばい。最後ちょっとスラったんですよ、まっすぐがスラって、あこうなっちゃったんですけど。小林さんどうでした、あのバッター。なんかあんま打たれる気しなかった。投球練習と同じような感覚投げてましたもんね。簡単すぎでしょ、3球は。もう終わり。これじゃちょっとないよ、今の大口さんやってたのに。俺を超えていけみたいな言い方をしましたよ。やばいよ、もう。大丈夫、朝いっぱい選びました。じゃあ第2ステージ、青木ボイちゃんいきます。そうですね、もうユーポンはもう、もうユーポン、うん、いらないっしょ。いらあ、クビになってますね、この間。そっか。確かにユーポン向こう地の選手じゃなかったです。ついこの間クビになってました。ユーポンがダメになりすぎて打てる、はい、打てる、はい、おお、すげえ。ちょっといきなり、あの第2段階ちょっといきなり振り上がったんで、あのラストココアちゃん、ちょっとあのユーポンが情けなすぎたんで、はい、もうあれじゃこれ以上やってもあの多分一生当たらないと思うんで。次、いいバッターですよね。いいバッターです。あ、萌ちゃんの打ってるとこ見たことある？あります。あ、そうそう、あの子最近ちょっと痩せちゃってスイングが弱いんですけど、はい、多分あの合わせるのは上手いと思うんで。ココアさん直近で見たのは萌さんの三三振です。でもあれ軟式だったんだね、はい、彼女も硬式野球やってたから、あの男の子に混じって。確かに高校生の時に意地がありますね、はい、萌さんも。いいね、これからこれから戦うのに。戦う敵味方と。触れてんじゃない？どうすか？勝てます。いや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 、タンダでいいから、タンダで、タンダで、ね、タンダで勝ちやから、オッケー、やめていこう。マジ怖いんだけど。お母ちゃん、後からでいいよ。よし、じゃあ行こうか。じゃあ3球くらい投げて、はい、よし、どうしよう、どうしよう、あれ。何今の、通信っぽかった。お母ちゃんごめんね、私打つから。行こうか。お願いします。ユーポン心配いける？はい。OK。プレイ。ストライク。ストライク。俺がストライク出ちゃった。いいと思すぎて。ストライク2。やばい。よいしょ。ああ。ボール。ストライクマスターフト。ボール？ストライクっぽかったよ。Why？向こうさん、今度試合キャッチャーだやろ。ワンボールツーストライク。
お、めっちゃ首振るやん。ボール。ツーボールツーストライク。ボールだ。ツースリー。選球眼はいいから。確かに。エグいな今の。こういうバッター嫌すか。確かに。ノノから。うわーボールかな。いい抜き。うわー。ショートゴロだべ。俺はショートゴロだわ。俺はショートゴロよ。いやマジでやらしいバッターよ。あのチェンジアップを見極めてますので。確かに。進化系ちょっと打ってや。ね。ふって止まったよ。すげえ。やっぱいいもんと違うわ。いや全然ちゃうやろ。いやどうだ。やばい。私変化球こんなにたくさんの見たの初めてかも。いいピッチャーだな。ストレートめっちゃ速いの。そうそう。いや、ちなみに多分ちょっと抜いてて、あの、当てたくないから、ね、ぶっちゃけぶっちゃけ、正直コントロール重視やろ、やろ、そうそう、実はそうなの、怖っ。あ、ちょっと抜いてんなと思ってちょっと怖いだけど、ピッチグレーションとちょっと違ったもんね。そう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 、まあね、さすがに、ね、さすがにね、確かにね。いやでもようついていたね、惜しかった。頑張った。やっぱ公式、あの、バチバチな感じがいいっすね。確かにね、緊張感じなかったね、今。ね、オードビーじゃないみたいな、びっくりした。これないよね、これ球場に感じるね。そうそうそう。どうだったここちゃん久しぶり公式やってみてね。やっぱ公式楽しいですね。おお。やっぱ軟式とは違うなんかスリリングな感じ。確かにね。ね。いやなんならもうあれですから。本場ですから。現役ですから。現役だから。二人ともね。二人とも公式。二人とも公式出身だからさ。またちょっと今度グラウンドでやりましょうね。ぜひバチバチの。はい、インコース投げあの今回ちょっと投げづらかった。さすがに。インズバを。本当はそれも使いたかった。うん、めっちゃ外多かったし確かに外中止だったもんね全部外構えてたからね優しいお互い優しいでもなんかめっちゃ際どいカウントになった時にめっちゃ首振ってたから何これ確かにねめっちゃ首振ってたもんはいじゃ あのぜひ向こうずあの公式野球もやってますんで、はい試合したい方はぜひ応募くださいお願いします、はい、コカちゃんとユーポンはちょっとね3球三振だったんで確かに概要欄にあのリンク貼りますねお願いしますはい萌えちゃんとちょっとねコカちゃんの応援よろしくお願いしますはい次回の動画でお会いしましょうありがとうございましたありがとうございましたやばっ萌えさんどうでした萌えさんどうでした私、うん、めっちゃ怖かった怖かったですかドキドキしたわドキドキした久々の緊張感あー、うん、公式いつ以来ですか公式いつ以来だろうね分かんないわいつああれじゃない府中うん、そのま、あじゃあ夏の時かそうあの中学生の野球の試合のやつ日本橋ボーイズそれ私いなかった時だそれ以来めっちゃ緊張した絶対そうっすよ、うん、頑張ってくださいお母ちゃんどうでした萌えさん急になんか UFO から急にレベルアップしちゃった確かにね結構 すごい投げづらかったですいやいいバッターよ、うん、めっちゃいいバッターあのだって向こうで4割打ってた打った選手ですからちょっと痩せちゃったからあれですけど次はもう一回抑えましょうもしある時はお願いします、はい